蜂だーキャーうわー窓から追い出せお前がやれよ嫌だよ刺されたら死ぬぞもううっせーなーどうしたのあったくぽえちゃんもう来んなよギャル強チーズ支援書ですかちょっとおまけしてでは30分におまけしときますねあさぽよ皆さんはこの間の皆既月食見ましたかチーズおタクポよどうした電車遅れててさそうか席座ってだるーニキビできてる見てこのアイシャドウ可愛くないえ可愛いやっべ目開かないわこのリップ良くないいいねよっしゃできた先生帰りまーす。はーい。誰だ？お兄さん、朝はおまけあざぽよ。誰だ？すいません。どうされました？新幹線に忘れ物しちゃって、何を忘れたんですか？チャイナ服。チャイナ服ですね。どこに座ってたか覚えてますか？3号車の前の方の3人掛けの通路側？C 席ですね。確認しますのでお待ちください。よろぽよ。豊橋駅拓也です。3号車前よりのチャイナにチャイナ服の忘れ物、捜索お願いします。え？チャイナ？チャイナにありで了解です。ちょっと駅員さん、チャイナになんて忘れてないんだけど。え？さっきチャイナにチャイナ服とか言ってたでしょ？あー、チャイナは C 席のことなんです。は？ C や E は似てるので、聞き間違いのないように、僕たちは C をチャイナ、E をイングランドなどで呼んでるんです。なるぽよ。じゃあ取り行ってくるね。行っちゃいなー。チーズ。支援証ですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。たくぽよ、卒業式まで遅刻か。はい、遅延症。遅延症だけちゃんと持ってきやがって。優等生でしょ。なわけあるか。おい、ちょっと待て。は？メイクが濃すぎだぞ。学生らしくしろ。は？今日いっぱい写真撮んだから漏らせろよ。ダメだ、トイレで落としてこい。ケーブルテレビとかにも映るんだから漏れてた方がいいでしょ。ダメだと言ってんだろ、落としてこい。でもさっき来賓の教育委員会のおじさんがめっちゃ可愛いって褒めてくれたよ。よく見たら可愛いじゃねえか。ちょろギャル強。あ、おじさん何撮ってるの。うん、何、おじさんが何か撮ってたの。はあのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。うん、スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね。うん、じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って、ああ！キモ。私の足撮ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついたのかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を撮ってたんだね。ああ？目撃者もいるみたいだし、シャツにパクってもらおうか。それだけは許してくれ。許さねえよ。ちょっと五十嵐くん、いかんでよ。いや、もう帰るよ。え？今日は一緒に折ってくれるって言ったじゃん。え？また明日な。今日は帰る。もう明日はもっと一緒に折ってよ。おお。バカ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 。何すんだよ。最低、とぼけんなよ。は？さっきの話聞いてたんだからな。あ？タクコちゃんがもっと一緒におってとか言ってたよね。それは違うんだよ。誰がどう見てもこれは浮気っしょ。死刑ね。怖っ。ちょっと待って。え？今文化祭の準備で千羽鶴折ってるでしょ。なんかやってたね。五十嵐くんが一羽も折ってくれないからさ。じゃあ一緒におってって。折り紙一緒におってってことだよ。ややこしいな。ギャル強。ちょっと胸を。どうしたの？充電器持ってない？あー、ごめん、持ってない。ちょっと西川。持ってないよ。もう使えないな。どうしたらいいの？どうかしましたか？いつもモバスイなんだけど、 iPhone の電源切れちゃって。モバイルスイカですか？そうなの。改札タッチしてみてください。は？だから充電切れてんの。いいからタッチしてみてください。バカなの？え？なんで？充電が切れても予備電力が残ってるからいけちゃうんです。マジで？すごぽよー。降りる時もタッチでいけますので。あざぽよー。ねえねえ、ついでに充電器貸して。え？ギャル強。すいません。はい、どうされました？10分の遅延証ください。どうぞ。あざーす。それでは徳川家康が開いた幕府は何というでしょう？失礼しまーす。レイナ、遅刻か。いや、電車の遅延です。ん？なんかタバコ臭いな。レイナ、カバンの中見せなさい。は？無理です。見せろって言ってんだろ。セクハラで訴えますよ。たく。じゃあクラスメイトだったらいいだろ。いいですよ。じゃあ翔平、チェックしてくれ。僕っすか？はい。何もないっす。じゃあ席座っていいぞ。
すいません、キンさん。新商ですか？20分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。浦安くん、遅刻ですか？いや、電車の遅延で。そうですか。本日はペアを組んだ相手の顔を模写してもらいます。模写？浦安くんのペアはアミさんですね。え、可愛く描いてね。あ、はい。よりによって先生でも手がつけられないヤンキーのアミかよ。できました。見せて。殺しちゃおっかな。すいません、キンさん。どうされました？遅延証ください。今日は遅れてないですよ。すいませんでした。失礼します。北島、遅いぞ。寝坊しました。夏休みだからって浮かれてんじゃねえぞ。すいません。え？嘘だろ、学年一のヤンキー女ひまわりが補習に来てる？じゃあひまわり、あとは頼んだぞ。はーい。え？ちょ、何やってんの？課題の説明するから早く来て。あ、はい。じゃあまずこの公式を覚えて、そっからだから。はい。この夏休みで何があったんだ？絶対合格するよ、慶応。え？あー、ちなみに最近見た映画は？は？ビリギャル。やっぱり。おーい、どうされました？90分の遅延証ちょうだい。こちらです。チーズ。今日から社会を担当させてもらいます、湯沢です。よろしくね。おはー。レイナさん、遅刻ですか？電車の遅れね。てか誰？新任の湯沢です。よろしくね。へー、結婚してんの？まだです。いくつ？28。そろそろ危ないんじゃない？失礼だよ。もう座りなさい。やだ、タバコ吸っていい？いい加減にしろよ。は？これ何かわかる？胸に冠座のタトゥー。まさかこの人が？冠座総長の湯沢です。一生ついていきます。おはー。20分の遅延証明書です。あざーす。お前らにはもう授業はせん。おい、このパターン誰か呼びに行かないとだぞ。お前行ってこいよ。嫌だよ、お前が行けよ。おい、誰が行く？おはー、何やってんの？あー、先生が怒って出てっちゃって。え、じゃあ呼んでくる。え、アラッチどうしたの？ええ、クラスでちゃんと反省し、今後の改善策を立てたのか？知らねえし、トリマせっかく学校来たんだから、授業やってよ。え、お前は分かっとらん？もう、ツンツンしないの。やめろ。ギャル強。アラッチ、スマホ返して。お前は何回目だ？100回ぐらい？バカもおちょくっとんのか？ねえ、早くして、映画始まっちゃうから。昼過ぎてからゆっくり学校に来て、携帯いじって、帰りも早く帰って映画か。いい身分だな。ねえ、説教とか受けるんだけど。ねえ、バラッチも一緒に映画行きたいんでしょ。お前が見るようなお子ちゃまな映画は見たくないわ。トップガン見るんだけど。ああ、言ってやってもいいけどな。くんなし。本当にお前らはどうしようもねえ奴らだ。たくさんの人に迷惑をかけて、親を悲しませて、本当に不良の集まりだ。でもお前らは仲間だけは大切にできる。だからよ、これからも仲間だけは裏切るなよ。うっす。チーズ。よし、じゃあお前ら走るぞ。は？は？夕日に向かって走る。なんでだよ。二人青春だね。おはー。30分の遅延証です。あざまる。チーズ。え、うちのクラス寒くない？俺が灯油運ぶの忘れたからさ、俺らのクラスはストーブなしだってさ。は？マジ意味不、誰が言ったの？さあ、榊原ね、怒ってくる。アラッチ、教室クソ寒いんだけど。お前らのクラスが時間内に灯油を持っていかないからだろ。知らねえし、トリマ職員室の灯油もらってくわ。ふざけるな、寒くて先生が風邪ひいたらどうするんだ。そんな怒ってたら寒くねえだろ。お前おちょくっとんのか。私のカイロあげるから。し、次はないぞ。やる強。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。くすのき先生、レポート遅れてしまい申し訳ございません。ああ、いいよいいよ。いかがでしょうか？よく書けてるな、お疲れさん。ありがとうございます。では失礼いたします。おはー。タクポよ、遅刻だぞ。いつものことでしょ、どうせレポートやってねえだろ。あ、やってないだろうな。待って、私がいつもやってないみたいじゃん。いつもやってねえだろ。ウケる。友達感覚じゃん。チーズ。新章ですか？50分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。そろそろタクポヨちゃん来るって。胸を決めてこいよ。おう。おはぽよー。ん？
どうしたの？タクポヨちゃん、俺ずっと、え、ずっとタクポヨちゃんが好きでした。付き合ってください。ごめん、私好きな人いるの。よく頑張った胸を。頑張った頑張った。好きな人って俺のことか？バラッチ、うるさい。あ、はい。はい、急行列車通過します。ご注意ください。ん？お？誰か待ってんのかな？だりー、イガラシ。おお、タクポヨ。え？私ずっとイガラシのことライクだったんだけど、ラブになりたいから付き合わない？俺でよければ。マジ？やらぱやー。うっす。あれ？タクコ？あれ？タクコちゃん、何やってんの？いや、なんでもないよ。今日、寒いね。切ないね。寒ー。冬のホームは凍っちまうよ。え？嘘だろ？真冬の長野でミニスカ？信じられない。金さん、電車遅れてる？あ、10分ほど遅れてます。オケパヨー。あの、お姉ちゃん、寒くないの？え、バリ寒だよ。だよね。でも、ミニスカ可愛くない？ああ、可愛いよ。ギャルは寒さより、可愛さ正義だから。すごいね。僕なんて、全身にカイロ貼って、重いコート着ないと立ってられないよ。うん、あったかそうだけど、バリダサ。バリダサ？チーズ。新章ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよさあ、大掃除をするぞ。まずは机を運べ。うっしゃ。胸をちゃんと机の中は整理しろって言ってんだろ。すいません。重い机だな。誰のだ？おはぽよ。タクポよ、これお前の机か？だったら何？なんでこんなに重いんだ？取り巻教科書全部ぶち込んでるから。家で勉強しとらんってことか？授業で全部覚えてるんで。嘘つけ。授業も来とらんだろ。ピンポン、保健室行ってくるから取り巻運んどいて。まったく、ギャル強。お客様終点です。は？車庫行っちゃうので降りてください。え、ここどこ？所沢です。最悪。もう電車ないんすか？今日はもうないですね。だる。東久留米まで歩きなんて無理なんだけど。マジそれ。東久留米までならタクシーで3000円ぐらいで行けますよ。3000円も払うならカラオケでオールじゃね？違いね。行こうぜ。指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えて行け。え、金さん。チーズ。新章ですか？40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。げ、バラッチがスカート狩りしてんだけど。タクポよ、ちょっと来い。やっべ、膝掛けで隠そう。おい、膝掛けを取れ。チェックできんだろ。本当は足見たいだけでしょ。そんなわけないだろ。高速違反がないかチェックしてんだよ。大丈夫、膝隠れてるでしょ。膝掛けで隠してるだけだろ。取れ。もうわかったよ。てい。おい、何をする。タクポよ。おつぽよ。あいつ、メリクリー。新章ですか？うん、今日は私があげる。ありがとうございます。来年もよろぽよ。おい、西川、行ってこいよ。嫌だよ、今あいつのとこ行ったら殺されるぞ。おはぽよ。どうした？みんなでプレゼント交換してたら榊原に。あいつマジつまんねえな。取り返してくる。え、バラッチ、みんなのプレゼント返せ。なんだそのふざけた格好は。学校は学ぶところだぞ。だからクリスマス学んでんじゃん。そんなお遊びはいらん。早く授業の準備をしろ。ああ、せっかくバラッチのプレゼントもあったのに。じゃあ、貸せ。いってらー。榊村サンタの参上だ。ギャル強。チーズ。新章ですか？20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。胸よ、今年の書き初めのお題は希望の朝だろ。なんて書いた？眠たい朝です。バカかお前は。すいません。おはぽよ。タクぽよ、書き初めを見せてみろ。はい、これ。何書いてんだお前は。お題は希望の朝って言っとるだろ。え、だからこんな朝希望しますってことで、昼まで寝てスイーツ食べたいって書いたんじゃん。お前の希望は聞いとらんのだよ。希望の朝って書くんだよ。あ、そうなの？でもみんな一緒じゃつまんなくない？まったくこいつらは。一番目立つとこ貼っといて。ギャル強。チー、成人おめでとうございます。あざぽよ。30分の遅延証ちょうだい。どうぞ。今年度から18歳も成人だ。おめでとう。実感湧かねえな。まだ酒も飲めねえしな。しっかりと成人になった自覚を持つように。おはぽよ。タクぽよ、まだ酒飲むんじゃないぞ。飲まねえよ。
てかいつ成人式やんの？うちの地域は5月だ。卒業してすぐじゃん。みんな何も変わってないでしょ。式典をすることで成人を実感できるだろ。式典とかだる。お酒のない成人式なんてただのお湯議会じゃん。もう決まったことだ。それに納得するのも成人だ。じゃあ私たち全員ボイコットします。ちょっと待て、上に話してみるわ。やるっすよ。すいません、キンさん。はい。 iPhone どこかに落としちゃって探してくれる？心当たりは？電車の中かな。どんな曖昧じゃわかんないのでカスタマーセンターに相談してください。はぁ、お困りかなベイビー。え、ミーが来たからにはもう安心。あなたが笑顔になるまでそばにいますよ。あの iPhone なくしちゃって。お安いご用さベイビー。ここに ID とパスワードを入力して。あ、うん。おっと、さっきの電車の中だね。終点で回収してもらうよう連絡しとくよ。え、あったの？あざぽよ。え、でもどうやって？ iPhone を探すアプリで追跡しただけさベイビー。安心した。取り行ってくるね。バイビー。チーズ。新章ですか？15分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。西川、授業に集中しろ。は、はい。おはぽよー。たくぽよ、遅刻か。これ遅延症。あー、そうか。じゃあ席替えしたから誰か席教えてやってくれ。廊下側の一番後ろ。西川溶けそうじゃん。ストーブの目の前はサウナだよ。めっちゃ整うじゃん。知らんけど。たくぼやちゃん、こっちだよー。あっちは水風呂？チーズ。遅延症ですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。続きまして、3年生のリクエスト曲です。お、星野源採用されたかな。乃木坂来い。3位は湘南の風で水蓮花。え、2位はレペゼン地球で博多ライフ。何？ 1位は浜崎あゆみで M。 おい、ギャルの好きな曲ばっかじゃねえか。放送委員ちゃんと集計したのか。それでは3位の水蓮花からお聞きください。おい、放送委員出てこい。誰だ？おはぽよー。こいつだ。チーズ。中傷ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。お前ら今日から黙食は終わりだ。好きに話していいぞ。やったな、話そうぜ。何話す？いつも何話してたっけ？わからん。ずっと黙食だったからね。おはぽよー。お前はいつも給食の時間を見計らって来るな。は？たまたまだし。もういいから食え。プリンもらい。ちょ、お前先生のプリンを返せ。あんな感じだったな。うん。チーズ。新章ですか？50分のちょうだい。どうぞ。え、金さんのネクタイかわいい。あ、ありがとうございます。おはぽよー。たくぽよちゃんおはよう。わ、みなみ先生リップかわいい。ありがとう。アイシャドウもかわいい。ありがとう。服もかわいい。ありがとう。かわいい多いな。このペンもかわいくない？かわいい。え、ここの黒板消しかわいくない？かわいい。え、雑巾もかわいくない？かわいい。なんでもかわいいじゃん。たくぽよちゃん、これはバリダサ。バリダサ。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。みんな悪いな、休養ができたため時間割の変更をする。え、ラッキー。 1、2時間目の数学は体育に変更だ。やったー、最高。内容はシャトルランと持久走だ。クソかよ。最悪だ。 3、4時間目の理科社会は音楽に変更だ。全然あり。いいぞ。内容は肺活量のトレーニングで外周ランニングだ。マジクソ。帰りたい。5、6時間目は変わらず競歩大会の練習だ。帰りまーす。やる強。チーズ。中傷ですか？10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。うたくぽよ、遅刻か。はい、遅延症。はいよ、ちょっと待て。何？スマホの裏に何入れてんだ。え、推しの写真、マジイケてるっしょ。どこがだ。まず学校に余計なものを持ってくるな。は？これあったらモチベ爆上げ横丁になんのにダメなの？そんなのなくてもいいだろ。なかったら全部授業サボるよ。まったく、しょうもないやつだ。バラッチもスマホの裏にガッキーの写真入れてるくせに。それを言うんじゃない。ってことでー。なんつよ。チーズ。ですか？40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。お前は何回言ったらわかるんだ。提出期限を守れって言ってんだろ。はい。次約束を破ったら許せんからな。心改めろ。鬼は外。いて、何するんだタクぽよ。あ、ごめん、赤鬼かと思って豆投げちゃった。誰が赤鬼だ。節分だからって許せんぞ。だって鬼を追い出さないと服が来ないでしょ。鬼にとっちゃお前の方が鬼だわ。じゃあ追っ払ってみれば。鬼は外。鬼は外。ギャル強。いて。チーズ。新章ですか？40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。南先生、今なら熱ありそうです。今ならって何よ。
熱なかったら授業行きなさいよ。上がれ上がれ。南先生、僕も今ならありそうです。あんたたち元気でしょ。授業サボりたいだけでしょ。おー見せてみなさい。はい。はい、二人とも授業行きなさい。はーい。南先生、高熱でした。あら、タクポヨちゃん大変。しばらく寝てていいよ。あざぽよー。ガルツよ。チーズ、遅延症ですか？うんうん。今日はチョコあげる。え、ありがとうございます。お返し待ってる。そろそろホームルームか。ん？誰からだ？まったく、モテる男は大変だ。西川チョコもらった？コウちゃんからなら。それはカウントすんなよ。はい、みんな静かに。今日はバレンタインだが、チョコは禁止だからな。チャカパヨー。タクパヨ、チョコは持ってくるなって言ってんだよ。え、バレンタインだからいいじゃん。そんなくだらんことしなくていいんだよ。は？普通の日じゃ伝えられない感謝や愛情をチョコに込めて渡すのがくだらないの？それは。てかバラッチの机にもチョコ入ってたでしょ。え？あれ私が入れたんだよ。そうだったのか。お前の気持ちは嬉しいんだが。勘違いすんな。ウザチョコだよ。ウザチョコ？俺も欲しい。すみません、飛行機出ないの？申し訳ございません。大雪の影響で全ての便運休となっております。そっか、今日受験だったんだけど諦めるしかないよね。はい、こちらチケット代お返しいたします。うん。お客様、どこまで行きます？え、仙台まで。今なら新幹線は何とか走ってます。よかったら案内しますよ。マジで？よろぽよ。わかりました、必ずお届けします。あさぽよ。東窓口さん、至急仙台まで学割1名で切符作ってもらえます？承知です。北斗10号乗り継ぎすぐの早草でよろしいですか？それだと親の可能性があります。すぐの北斗8号でお願いします。それだとあと1分ですよ。ホームさん取れますか？はいよ。無理は承知ですが、3分の接続もらえますか？無理だ、後続あるんだぞ。後で何でもするんで、なんとか頼みます。あー、まったく知らねえぞ。切符できてますよ。ありがとうございます。お姉ちゃん、それじゃあ8番線へ。マジで朝ぽよです。行ってきます。行ってらっしゃいませ。チーズ。遅延症ですか？10分のちょうだい。どうぞ。朝ぽよ。バラッチ遅延症。はいよ。じゃあ補習を始めるぞ。なんで私だけなの？お前が今までサボった罰だ。サボらせるような授業すっからだろ。黙って教科書を開け。うざぽよ。え？ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアタクポヨ。ハッピーバースデートゥーユー。え？なんでみんな？3月生まれのやつはいつも学校でお祝いできねえだろ。でもちょうど補習があったからさ、マジうれぽよ。みんなでケーキ食べよ。補習終わってからな。なるぽよ。ちょっと駅員さん、どうされましたか？ケーキ作ってくれない？あれ、お姉ちゃん高校卒業しましたよね？留年した。え、そうなんですか？だからまた学割でケーキ作ってほしいの。あー、なるほど。作ってもらえないの？留年した人でも学校からの通学証明書があれば学割で作れますよ。あざぽよ。じゃあ作って。かしこまりました。もう1年か。え、バラッチなんでいんの？定年退職じゃなかったの？その予定だったわ。でも学校に頼まれてもう1年やることになったんだよ。え、だる。次はあのバラッチのお葬式だと思ってたのに。ふざけるな。新学期からビシバシ行くからな。あ、じゃあ先に遅延症渡しとくね。やっぽよ。ギャル強。チーズ。遅延症ですか？20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。おはぽよー。タクぽよ、荷物はそれだけか？タブレットだけあればよくない？授業受けるのにノートとペンがいるだろ。いや、タブレットで全部できるから。紙に書かないと覚えられるわけないだろ。それって普通に紙の無駄じゃない？勉強するために紙があるんだよ。バリフル、縄文時代かよ。とにかくタブレットは没収だ。学校にはノートとペンと辞書を持ってこい。だからタブレットで全部できるっつーの。動画も見れるし、シェアもできるし。そうかもしれねえがよ。辞書も入ったカバンなんて誰が持つの？まったく時代が変わったな。ああ、軽い軽い。ギャル強。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あさぽよ。俺からクラス写真撮るので並んでください。おはぽよ。どうしたんだ、おでこ押さえて。アイロンで火傷したの。ハリーポッターみたいだな。バンガーリアムレビオーサってやらせんなよ。チーズ、五十嵐、お前も火傷したのか？昨日の怠慢で怪我したんすよ。鬼滅の刃の炭治郎みたいだな。水の呼吸一の肩ってやらせんなよ。
お前らこれから写真撮るんだぞ。それ来月にしてくんない？賛成。ダメだよ、みんな準備してんだから。はーい。お前ら早くしろ。榊原先生どうしたんですか？ちょっと実験に失敗してな。ブラックジャックじゃん。元気高校生アイドルのタクポヨちゃんだ。かわいい。アサポヨ。あの子あんなに人気だったんですね。お前知らねえの？今やテレビじゃ見ない日はないほど人気だぞ。そうなんですね。ん？いつも見てくれてるの？ウレポヨ。僕もサインお願いします。はーい。ん？気にしてやる。あいつ包丁を。待て。刺されたぞ。逃げろ。おい、しっかりしろ。至急救急車と警察をお願いします。この女が悪いんだ。俺たちを裏切ったんだ。何があったか知らねえけど、お姉ちゃんを守れてよかった。ちょっと駅員さん、駅員さん。おい、元気そうじゃん。もうピンピンしてますよ。無事犯人も捕まって、あの子も安心してたよ。よかったです。お客様の命も大事だが、自分の命も大事にしろよ。はい。ん？駅員さん。はい。終電は？今行っちゃいましたよ。ないぽよー。どうする？次は始発しかないので、タクシーとかで。あ、そうだ。え？来て。おう、大丈夫か？誰かー。本当にこれで行けんのかよ。行けるっしょ。期末テストの採点でこんな時間だわ。ん？誰か止まって。タクポヨ、何しとるんだ。え、バラッチ天才、うちまで送ってって。お願いします。勝手に乗るんじゃないバカ野郎。いいでしょ、一人でボソッと帰るより若い子とドライブできて。うるせえ、ギャル強。チーズ。遅延ですか？30分のちょうだい。はい、どうぞ。アサポヨ。おはポヨ。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。船を走れ。うおー、石川俺にくれ。はい。ナイスパス。五十嵐のやつ体育だけは真面目だな。当たりや。照れんなって。うるせえ、終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。はい。待って待って待って、どうしたらいいの。はい。ギャル強。ねえねえ、 TikTok で LINE の共有開いて3番目って誰？え、何それ。3番目の人があなたを好きなんだって。え、なんかドキドキするね。くだらねえ、誰がそんなの信じんだよ。いいからタクコちゃんやってみよう。うん。共有開いて3番目ね。胸尾だ。わ、胸尾タクコちゃんのこと好きなんだ。好きじゃねえよ。わかりやすすぎんだろ。え、じゃあ私も見てみる。どうせ五十嵐くんでしょ。共有開いて1、2、3。え、誰？バラッチ。え、キモー。なんで先行のライン持ってんだよ。はい、席につけよー。ねえバラッチ、私のこと好きなの？なんだいきなり。そんなわけないだろ。まあそうだよね。いや、まあ生徒としては好きだけどな。え、キモー。かわいそう。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。西川、榊原が寝てるぞ。3問目の答えわかる？俺もわかんねえ。使えねえな。おはぽよー。あ、タクぽよちゃん、机にテスト置いてあるよ。あざぽよー。胸を、タクぽよちゃんに見せてもらおう。え？なんで？見て、あの子は。中学では学年トップ、漢検英検にも1級に合格した超エリートなんだぞ。そうなの？タクぽよちゃん、お願い。じゃあテスト返していくぞ。胸を、西川。はい。お前ら何やっとんだ。2人とも0点だ。あ、ごめん、みんなに見せたの五十嵐のだった。ギャル怖。ギャル山駅はどこですか？え、ギャル山駅へ行くんですか？生徒の家庭訪問にな。あ、お気をつけて。おう、お前ら早く案内してくれ。はい。なんで俺たちも行くんだよ。ここがタクポヨちゃんの家です。ほぼ鬼ヶ島じゃねえか。よし、じゃあ行くぞ。よく普通に行けるな。チーズ。お、家庭訪問に来たぞ。お母さんは？あ、マミー。チーズ。いつも娘がお世話になってまーす。癖ありすぎるだろ。こちらこそです。あ、あとうちのペットも見てって。ん？じゃーん、かわいいでしょ。駅員さん、ゲーセンはどこですか？西口のケンタッキーの隣ですね。ありがとう。タクポヨのやつ、補習をサボりやがって。いってらっしゃいませ。あと1回で取れそうだな。絶対取るぞ。おい、お前ら。え、タクポヨ見てないか？あ、プリクラの方にいると思います。プリクラな。イエーイイエーイ。
い。おい、タクポよ。げえ。お客様すいません。なんだ、プリクラは男性だけでは入れませんよ。あ、ふざけるな、あいつに話があるんだ。バーカ。おい、男も入ってんだろ。女子と一緒ならいいの。うっす、ふざけたルールだ。入りたかったら女の子と一緒においで。タクポよ、ギャル強。チーズ。あれ、何ですかその格好。ソフトボールのクラスマッチ。なるほど、ホームラン打ってきてね。ここまでぶっ飛ばすね。ツーアウト満塁、これで打てば逆転か。誰が打つ？俺しかいねえだろ。私もいいんだけど。タクポよ、お前野球やったことねえだろ。バットはいつも持ってるから。なんで？じゃあ任せたわ。こーい、うん、クソイキンがふざけてるんじゃないわ。もしかしてすぐやる強。やばい、電車遅れる。ぽよちゃん荷物持つぜ。さすが、かっこいい。楽勝だぜ。ご了承ありがとうございます。おれ、おい、あれ、お客様は拝見しますね。カエル化現象来た。え、自動改札で引っかかるなんてマジカエル化じゃん。なんだよそれ。せっかく荷物持ってくれて行けてたのにマジなえる。そんなの仕方ねえだろ。はい、それもカエル化現象。は？ストローは口で探すの冷めるわ。ギャルは？チーズ。今日は朝早いね。生き物係だから餌やりでね。ご苦労様。イバイバー。よし、カモの餌やり完了。そういえば今日から新しい動物が来たらしいな。確かタクポヨちゃんが担当だったよな。見に行こうぜ。よく噛んで食べろよ。タクポヨちゃん？新しい動物って。トラポヨだよ。かわちいでしょ。怖すぎるわ。どこから連れてきたんだよ。なんかうちの前にいたから連れてきた。どんなとこ住んでんだよ。トリマカモと一緒の小屋でいい。ダメに決まってんだろ。チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。緊張する。赤点はないはずだ。じゃあ点数を言うので自分のだと思ったら取りに来てください。なんだよそのシステム。はい、12点。はい、自信満々に行くなよ。87点。俺かな。お前じゃない。これ恥ずかしすぎんだろ。はい、100点。私のでしょ。そうだけど遅刻が多いから0点だ。だる。ギャル強。なんなの急に呼び出して。卒業前に2人で話したいなって思って。何それ、草。来週さ、ご飯行かない？おい、ちょっと待てよ。え、俺の女誘ってんじゃねえ。ちょっと五十嵐、別にご飯ぐらいいいだろ。てめえ舐めてんのか。うるせえんだよ。分かってこいよこれ。ちょっと二人とも。ハッピーバースデーぽよちゃん。え、誕生日おめでとう。は、ドッキリでした。なんだよ、もう喧嘩終わりかよ。え、やるなら死ぬまで喧嘩しろよ、この根性なしが。あ、祝ってやったんだぞ、喜べよ。は、誰も頼んでねえし。せんだよ。てめえふざけんじゃねえぞ。ちょっと二人ともやめてよ。ハッピーバースデームネオ。え、ドッキリ大成功。やる強。チーズ。遅延症ですか。90分におまけして。どうぞ。イバイバー。おはぽよ。あれ、遅刻か。これ遅延症。90分も遅れてたのか。あ、おまけしてくれた。いや正直だな、ちょっとは言い訳しろよ。あー、眠ー。なんでそんな眠いんだよ。寝坊してるんだからみんなより寝てるはずだろ。今日シフト変わったから朝帰りなの。バイトしてるな。いや、してねえし。うちの学校バイト禁止なの知ってるよな。机に向かって勉強してたの。いや、ディスクに向かって DJ してんな。そんなわけねえじゃん。いや、バイトしてるな。してねえし。てか誰。いや、マサキの人生は楽しいの、マサキの名前長。トリマナイトプール行ってくるね。いや、ギャル強。そのままなんだよ、ぽい。これじゃもうあれのせいじゃん。もうバイトしてるなのスイッチが入っちゃってる。おい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 、頼むぜ。バイトしてるな。来た。電車遅れそうだからチャリ借りてくね。いってらっしゃい。眠いな。アラジンのように魔法の絨毯に乗って。魔法の絨毯通学してる。アラジンもびっくりだわ。チーズ。遅延症ですか。魔漢コンサート。駅は壊さないでね。どうしたんですか。ピッコロ大魔王と呼べ。あ、ピッコロ大魔王どうしたんですか。定期の更新したいの。区間はどうされますか。地球からナメック星まで。ピッコロ大好きか。ナメック星までは作れませんよって知ってるし、本気で言ってると思ってたの。ウケる。
お黙りなさい。じゃあこのまま更新しときます。あざぽよー。黄色線の内側にお下がりください。あ、前出過ぎちゃった。出過ぎだよ。危ないですよ。天路に足怪我した猫ちゃんがいたから助けてあげたの。無事でよかったにゃ。悪い人かいい人か分かんねえな。難しいなこれ。あ、いけるいけるいける。アラジンのように魔法の絨毯に乗って。もう一回いきます。パンケーキ屋さんオープン。お客さん来づらいって。あれタクボよ、パンケーキミックス買ってきた？買ってきたよ。何それ？パンケーキダックス。なんだそれ。勝手に新しい犬種作んな。仕方ねえ、それで作るしかねえか。やめてあげて。俺買ってくるから。よし、先生が最初の客だ。あ、バラッチは蜂蜜取ってきて。はいよ。聞き分けいいな。先生のプライドねえのか。接客は俺に任せろ。なんだよその格好。お化け屋敷パンケーキ屋さんにしちゃおうぜ。詰め込みすぎだよ。仮面取りな。うー、はちみつ取ってきたぞ。めっちゃ刺されてんじゃん。バラッチあざぽよ。みんな売りまくるよ。今日の売り上げは2億だ。店出そうぜ。あ、バラッチははちみつ取ってきて。2億だ2億だ2億だ。ジー新商ですか？シェアポッキー。いいんですか？いつもあざぽよ。ありがとうございます。シェアポッキー。タクボよ、学校はお菓子禁止だぞ。ポッキーの日なんだから持ってきたっていいじゃん。ダメだ、今すぐ没収だ。このわからずや。おおお。受ける。おお。バーカ。榊原先生、何をしてるんですか？ちょうどよかった。教育委員会も来てるので校長室で話しましょう。チーズ。うっす。新商ですか？20分のちょうだい。俺もっす。では80分におまけしておきますね。あざぽよー。あざっす。おはぽよー。うっす。お前たちなんで遅れたんだ？私はね、めっちゃ怖いお兄さんに絡まれるの待ってたの。そんなの待つなよ。俺はここまで来るのにパンクしちゃったんす。一輪車、自転車で来い。本当は道路に犬が横たわってたから回復の呪文唱えてたの。嘘つけ。本当は急に警察に囲まれて職務をされてたっす。職質じゃないんだ。本当はお魚くわえたドラ猫追っかけてたの。サザエさんか。本当は変わった髪型のお姉さんが後ろ歩きで手招きしながら笛吹いてたんで追いかけてたっす。それも多分サザエさんじゃ。お前ら本当は何で遅れたんだ？遅延症です。最初から出せ。チーズ。遅延症ですか？メニクリー。お、ありがとうございます。私もあざぽよ。おはぽよ。タクぽよ、なんだその格好は。サンタクぽよです。サンタクロースみたいに言うな。学校をなんだと思ってんだ。着替えてこい。せっかくみんなにプレゼント持ってきたのに。プレゼント？なんだそれは。とにかく明るい安村さんのパンツ。絶対いらねえだろ。それを配ってる遅刻したのか。許さんぞ。安心してください、遅延症ですよ。入ってますよみたいに言うな。ふぅー。海外の笑い方してる。じゃあ校長と教頭にあげてくるね。なんでだよ。お金持ってそうな人にあげとけば B を返し帰ってくるっしょ。やる強。えい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 。何してんの？日本って年越しの瞬間ジャンプする決まりでしょ。そんな決まりねえよ。あと30分で年越しだよ。長えな。ジャンプするならギリギリでいいだろ。ほらみんなもジャンプして。次の発売日月曜日だぜ。これ週刊少年ジャンプだろ。漬物村のたくあん坊やが最終回だってさ。聞いたことねえわ。よく続いてたな。あと30分か。ジャンプなそれ。頭はげるぞ。どうせならみんなで焚き火しようぜ。ジャンプだよそれは。まもなく年越しでございます。3、2、1。電車もジャンプしたー。チーズ。遅延症ですか？10分のちょうだい。初遅延症ということで30分おまけしときますね。あざぽよー。おはぽよー。タクぽよ、新年早々遅刻か。これ遅延症。30分遅れか。仕方ない。イエーイ。じゃあみんな書き初めを回収するぞ。みんななんて書いたの？よろしくー。怖えよって背中に書いてきた。ちゃんと消えるやつだよね。俺は去年流行ったあの言葉。何？ひき肉です。 G 書けよ。書き初めなんだから。俺は今年の目標を書いたぜ。何？家族友達が健康で仕事や習い事がいい方向に進み、毎日笑い合って幸せでありますように。なげーよって思ったけど、いいやつだなお前。じゃあ西川はなんて書いたの？俺は全然普通だよ。何これ？
マポヨ、今日のバイト5時入りなんだけど、4時で乗らねえと絶対間に合わねえ。ダクポヨ、半分教室から出てるぞ。顔見えてんだからよくね。ダメだ、ちゃんと教室に入れ。これでいい？ちょっとしか動いてねえだろ、ちゃんと入れ。すぐ帰りたいの。ホームルーム終わるまで待って。この後台風来るから4時で乗らないと電車止まっちゃうの。嘘つけ、今日は一日中晴れだぞ。保育園に妹迎えに行かないとだから。お前一人っ子だろ。校長先生とご飯の予定あるから。本当か？とにかく早くホームルーム終わらせろよ。この後本当は何があるんだ。バイトだよバーカ。タコよやるっすよ。チーズ中傷ですか。20分のちょうだい。じゃあちょっとおまけしときますね。あざぽよ。おはぽよ。なんで遅れてんだ。電車の遅延、これ遅延症ね。おう、ん？どうした？電車2万分も遅れてたのか。じゃない？そんなわけねえだろ。駅員さんのミスだよ。2万分って13日遅れってことか。そんな感じ。あいよ。あいよじゃねえだろ。電車が13日も遅れるわけないだろ。今日の給食何だったの？レーズンパンだったはずだ。わかめご飯だよ。あ、そうかそうか。失礼しまーす。いや、楠木先生の授業今日ないですよ。あ、そうかそうか。じゃあ教科書を開いて。もう終わり？榊原先生、今日短縮授業ですよ。あ、そうかそうか。じゃあ帰りまーす。帰り道逆だよ。そっかそっか。みんな正月ボケしてんな。駅員さん。はい。今日の分です。カルパスですね。ヨロポヨ。では遅延症のストック30枚です。アザポヨー。何やってんのこれ。これで遅刻し放題なの。手を組むべきは駅員さんなんだよ。へえ、勉強になる。おはぽよー。おはちゃみー。お前らなんで遅れたんだ。遅延症でしょ。あ、そうだった。駅員さんに賄賂渡して遅延症のストックいっぱいもらったの。絶対行っちゃダメでしょ。墓場まで持ってくつもりだったのに。そんなことして許されると思ってんのか。そりゃそうなるよね。バラッチにならバレないと思ったんだけどな。自首しただけだけどね。逃走中だったら500円も貯まってねえわ。遅延症も全部没収だ。駅員さんに何を渡したんだ。カルパスに見せかけた手紙。そうだったの？駅員さん知ってたかな？え？すいません、ギャル山駅へ行きたいんですけど。ギャル山駅へ行くんですか？はい。生きて帰ってきてくださいね。わかりました。行ってきます。今日は来てくれたザポヨー。何したらいいの？一緒に豆まきしてほしいの。なんだそんなことか。お安い御用だぜ。じゃあ鬼来たから退治しといてね。やっほー、鬼でーす。キャー、鬼リアルすぎんだろ。アマゾンで本物の鬼注文したの。アマゾンさんやりすぎだって。鬼は外。雨で倒せる相手じゃねえよ。多分ノーダメだろ。鬼は外。何投げたの？豆だよ。やるっすよ。チーズ。中傷ですか。チョコあげる。え、ありがとうございます。どいたま。おはぽよ。お前ら今日も遅刻か。バラッチ朝からピリピリしないの。はい。なんだこれは。チョコレートでコーティングしたカブトムシ。ってありすぎんだろ。ありがとな。普通に食えるのかよ。イガラシにもあげる。サンキュー。チョコレートでコーティングしたワニね。こんなのどこで売ってんだよ。声優だよ。嘘つくな。ムネオにもあげる。やったー。チョコレートでコーティングしたグローブね。もう食べ物でもねえじゃん。コーティングしたら何でもいいわけじゃねえぞ。西川はこれね。え？泥団子。せめてチョコでコーティングして。すいませんべー。遅延症ですか。10分のちょうだい。では80分におまけしときます。あざちゃみおはちゃみ、あれタクポヨ、何があったの？学級崩壊しちゃったみたい。リアルに崩壊してんじゃん。不良が多すぎてとかじゃなくて。昨日の当番は誰だ？あたし。帰る時は問題なかったのか。うん、ちゃんと黒板と電気も消しといたよ。本当に消してんじゃん。ここまで消す方が大変だよ。お前はバカか。こんなことして誰もおらんぞ。いるわけないよね。てか誰も真似できねえわ。学級崩壊しちゃったからさ、しばらく休みだよね。もう学校崩壊だけどね。最初ゴジラ来たのかと思ったわ。いや、授業は始めるぞ。いいやんだろ。机も椅子も屋根もねえんだぞ。学級崩壊、類線崩壊。てめえ、たくあん高校のヤンキーか。だからなんだよ。最近たくあん高校の奴らが調子乗ってるみてえだからよ。全員ぶっ越しに来たんだ。やれるもんならやってみろ。うりゃー。でもめんどいから逃げよう。なんでくんだついてこれるかな。ちょっと何事ですか。お前ら全員不正当者だぞ。うっせんだよ黙ってろ。てめえもボコられてえか。
すいません。何がすいませんだ。土下座しろ、これ。ああ、チース。一般ピーポー巻き込んでんじゃねえよ。誰だてめえ。わかんねえなら覚えとけ。タクポヨだよ。ダコが。お姉ちゃん、ありがとね。どいしたま。でもお姉ちゃんも、お金払ってないよね。バレた？チース。新章ですか？20分のちょうだい。お姉ちゃん、おめでとうございます。何が？今日で、金の遅延章ゲットです。やったー。何それ。遅延証を100枚もらった人には金の遅延証を渡してるんです。金の盾みたいなもんだよ。金の盾なめんなよ。てかどんだけ電車遅れてんだよ。金の遅延証を使えば学校に遅刻し放題ですよ。私無敵になった。学校側は許さないでしょ。お友達はまず銀の遅延証を目指して頑張ってくださいね。あ、銀とかもあるんだ。1000枚もらうとダイヤモンドの遅延証だよ。やばそう。ダイヤモンドの遅延証はあらゆる状況の遅刻が許されます。それ見せられても私は許さないけどね。よーし、ダイヤモンドの遅延証目指して頑張ろう。頑張りましょう。遅延しないように頑張れよ。チース。中傷ですか。10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。なんか雰囲気変わったね。卒業式っていっぱい写真撮るし漏れてたいじゃん。まあ一生に一度だしね。あと NHK の密着も入ってるんでしょ。誰のだよ。聞いても地元のケーブルテレビだよ。業界関係者も来てるかもしれないでしょ。来ねえよ。卒業式か入学式でしか会わないおじさんばっかだよ。野球やらないかって誘われたらどうしよう。なんでだよ。トリマ終わったらブリ行こうね。ブリじゃなくてみんなブリ食べ行くの。タクポヨ気合い入れすぎだって。いやお前もな。てへ。タクポヨ行くぞ。うん。ちょっと姉ちゃん。ん？達成からし置いて海でも行こうぜ。なんだてめえ。誰にも卒業式はみんなで迎えなかったな。タクポヨは意地でも渡さねえ。五十嵐もう無理だよ。死んじゃうって。バカ野郎。死んでも守るぜ。こいつ狂ってやがる。五十嵐すごいじゃん。よし卒業式行くぞ。うん、バラッチ。お前たち最後くらい一緒に歌わせてくれよ。もちろんだ。いくつもの日々を超えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい。栄光の架け橋へと。文化祭の見せ物何にしよっか。あたしやりたいことあるの。何？白雪姫。なんで？白雪姫よ、この鏡が一番美しい人を教えてくれるぞ。本当ですか？聞いてごらんなさい。鏡よ鏡答えちゃって。いやブリーンバンバンボンじゃねえかよ。それか取り調べ室とか。なんでだよ。タクポよ、お前がやったんだろう。やってません。いい加減答えろ。鏡よ鏡答えちゃって。またブリーンバンバンボンじゃねえかよ。それ言いたいだけだろ。あと学校この授業の一コマ。嫌な予感するな。タクポよ。はい。この問題答えてみろ。まさか。鏡よ鏡答えちゃって。だろうな。ここの商店街しょぼくね。失礼。あれ、なんかニュースやってる。本当だ。3月16日ダイヤ改正の主なトピックスを紹介します。ダイヤモンドの改正すんの？そっちのダイヤじゃねえわ。まずは北陸新幹線の金沢駿河間の開通です。あたしんちの前まで開通してくんないかな。めっちゃ近所迷惑だわ。続いては山形新幹線で E8K がデビューしました。これに伴い最高速度が300キロになりました。あたしの方がまだ早いね。ソニックか。どんだけ足早いんだよ。続いては東海道、山陽、九州の全ての新幹線で全面禁煙となります。マジで？20歳になったら新幹線温泉でタバコ吸うのが夢だったのに。変な夢。もうちょっと早く生まれたらよかったね。アイコスならいいかな。ダメだよ。私は東大に入りたいの。無茶言うな。点数が全く足りとらんのだよ。これから頑張るから。無理だって言ってんだろ。考え直せ。おばかちゃん、東大は無理ですよ。諦めろ。うるさい。俺の親の会社入れてやろっか。バカでも入れてくれるってさ。雑用だけどな。なんなんだよ。おいくらでね。え？安倍博士？どいつもこいつもバカばっかりだな。はぁ？今なんつった？そうやって人を叩くことでしか優越感に浸れねえバカどもよ。なんだどこら？舐めてんのかこら？お前らと比べたら無謀なことに挑戦してるタクポヨの方が何百倍もマシだ。え？お前らがなぜバカなのか、それは世の中を知らないからだ。このまま国の馬車馬として働きたいか？え？いいか、不満ばかりの人生を送りたくなければ勉強しろ。ああバカとブスこそ東大に行け。はい。安倍博士強。健康診断終わった人から教室で待機しててください。血液検査苦手なんだよな。え？血液検査よろぽよ。怖えよ。え？
看護師さんも引いてんじゃん。右、上、下。どこでやってんだよ。視力28です。はーい。魔界族か。視力良すぎんだろ。聞こえたら教えてください。ウルトラソウル。ヘイ、聴力検査だよね。今そんな感じなの？次血圧測りますね。はーい。ん？上が1万、下が9兆です。やっぱ低血圧か。やる子は？スイカは果物である。ここはテストに出るからな。先生。なんだ？トイレ行ってきていい？まったく、授業の前に行ってこいよ。ごめんまー。バラッチ。なんだ？私もトイレ。だから授業の前に。あざこよー。まったく。まだ2時間目かよ。ここでサボろう。何やってんの？スイカゲーム。そんな体使うゲームだっけ？ Wii Fit かよ。むずいからやめた。画面割れるって。ゲームやめるときコンセントごといくタイプだ。暇だな。穴でも掘る？末期だよ。脱獄犯しかやんなくない？バイキンマンも掘ってるよ。掘ってたね。モグリン懐かし。おいおめえら、バラッチだ。トイレでサボっとんじゃないだろうな。お腹痛いの？私も。じゃあ仕方ないか。あ、ミスった。ゲームやっとるな。へへ。おはろー。支援書ですか？10分のちょうだい。どうぞ。アザブラ。入学式から遅刻だよ。絶対先生おっこ。あれ、あんたらうちの学校？はい、遅れちゃったんです。ウケる。バレずに式場行けないですかね？余裕、ついてきな。はい。皆さん、ご入学おめでとうございます。校長の話長えよ。もう帰ろうぜ。だな。おりゃー。何事だ？チース。お前ら何なんだ？新入生のゆめとえにゃりです。よろぽよー。タクポよ、お前の仕業か。みんな逃げるよ。はーい。やる強。先輩たちが効果の見本見せてくれるからちゃんと聞くように。はいはい。じゃあ最初タクポよ、せーの。つけまつけまつけまぐろ。どんな歌だよ。うちの効果そんなんじゃないだろ。あ、間違えた、こっちか。じゃあ行くぞ、せーの。心臓を握りつぶして。こんなわけねえだろ。悪魔みたいな始まり方だな。じゃあ俺が歌うよ。五十嵐頼むぞ、せーの。言うこと聞かねえやつはまず殴る。ダメだよ、考え方昭和すぎるわ。ああ思い出したわ、ちゃんとやってくれよ。行くぞ、せーの。君が国家だよそれ。もう先生見本歌ってください。お願いします。おお、任せろ。せーの。希望あふれるたくあんこ。おんち。家に帰るまでが遠足だ、気をつけるように。はい、ほい。先生、トラック引いちゃいました。普通逆だろ。トラックに引かれたんじゃなくて、なんか突っ込んできたから潰しちゃった。入りきすぎんだろ。みんな遠足疲れたし、うちで休んでく？え、いいの？タクポヨンチって。ギャル山駅だよ。嫌な予感しかしねえ。こっから近いんだっけ？ちょうど1万キロ。多いな。遠足より遠足じゃねえか。さ、行くよー。おお、マジかよ。みんな気をつけて。え？胸を、大丈夫か？この道3秒に1回雷落ちてくるの。地獄じゃねえか。胸を、生きてるか？こんなこともあろうかと、ゴム製の服着てきたのさ。準備良すぎんだろ。この道どっすんもいるよ。もうマリオじゃねえか。現実じゃコンティニューできねえぞ。よーし、走るよ。おー、あー、わー、どうしたの？クッパだー。ちっちぇー。チース。ちょっと待て、今日は交通安全教室だぞ。だから花火持ってバイクで来たんじゃん。普通花火持たずに自転車で来るんだよ。私交通安全マスターしてるから大丈夫。どこがだよ。危なすぎるわ。うっす。イガラシ、それはなんだ？チャリっすよ。見たことないチャリだな。普通の持ってないのか？じいちゃんが自転車屋やってたんすけど、売れなさすぎて潰れちゃったんすよ昨日。普通の自転車も売ってたんだよな。これだけっす。だからだよ。ガツチと申しますか？おい、何事だ？赤信号は止まりますか？止まらず突き進め。お前らどうしたんだ？五月病でやる気が出ないの。いつも出てないけどな。メタモンになりたい。どんな願望だよ。ゴールデンウィークも終わっちゃって、夏休みまで耐えられないっすわ。夏休みまであっという間だ。頑張れ。スライムになりたい。みんなとろけてんな。おい、掃除の準備しろ。後輩にやってもらう。後輩？ルンバじゃねえか。ホキ使うな。掃除ぐらい自分でやれ。
ほうきって知ってるか？お前らもういい。授業の準備するぞ。今日何すんの？昼寝だ。最高！中間テストの勉強してきた？私は全然してない。めっちゃしてきたやつの言い方だな。お得な家系が天下統一したんだっけ？徳川家康な？本当にしてなさそうだな。テスト範囲ってどこ？明治維新から現代だよ。ギャル革命から未来までの勉強してきちゃった。聞いたことねえよ。ギャルが勝手に革命起こすな。みんな疲れ切った顔してどうしたんだ？お前だよ。多分一夜漬けしてきただろ。俺のどこを見てそんなこと言ってんだよ。クマだよ。イガラシめっちゃペン進んでんな。できた、火山灰。何書いてんだよ。おい西川、え、イガラシのカンニングさんな。お前は霊剣だ。すいません。どうされました？ギャル山駅に行きたいんですが。ギャル山駅へ行くんですか？はい。8番線になります。あよ、なんで俺も行くんだよ。死なないでくださいね。よし行くぞ。普通の人が来ていい場所じゃねえよ。何してんの？いつものことだから気にしないで。気になるわ。俺らからしたら異常事態だよ。ドリマ家入ってて。お邪魔します。よく普通に行けるな。チーズ、いつも娘がお世話になってます。癖強いな。これお口に合うか分かりませんが、いただきます。何ですかこれ？カエルとおたまじゃくしの親子丼でーす。ゲボゲボ。先生よく食ったな。だろうな。うちの娘は迷惑かけてませんか？最近は遅刻が多いですね。そうですか。ぽよちゃん、ダメでしょギャル子は。怪我してなんぼの運動会始め。ダメだよ。今令和だぞ。さてと、誰から殺す？デスゲームになってんじゃん。普通の運動会だから。つまんねえの。最初の種目は徒競走。武器ありなしだよ。反則しようとすんな。位置についてよーりはできてるか？ペイント入れんなよ。おお前ら戻ってこい。チーッス。え、みんな遅いからブラジル寄ってきちゃった。なんかついてきてるぞ。玉入れ始め。おりゃタクポよ、どこ狙ってんだよ。カゴ狙うんだぞ。土星の輪狙ってた。もう優勝だよ。あ、雨だ。メイク落ちるから帰る。やる強。傘持ってきてよかった。ツッコミ担当で黒髪メガネで N から始まる人、傘貸してくれないかな。ピンポイントだな。もうこれで行こう。いや濡れるって。さすがに全部弾けないでしょ。じゃあ顔だけ守りたいからこれで行く。窒息死するぞ。街で見かけたら怖いって。そうかな。分かったから一緒に入ってく。うん。割合おかしいだろ。俺びしょ濡れだぞ。やっぱ西川とあやい傘は無理。え、この傘もらってくわ。いやダメだろ、持ち主の人が困っちゃうだろ。ビバイバー。まったく知らないからな。あれ、俺の傘がねえぞ。あ、西川入れてくれ。助けてー。上右下、上右右右。なんでポンデリング？穴開いてたらダメだろ。次こっちね。味変えてどうすんだよ。視力検査しろよ。何それ、美味しいの？ふざけてんな。どこからでもかかってこい。胸を気合入ってんな。目いいんだな。どこかしらです。ずるいな。じゃあお願いします。VR してくんな。それじゃ検査できねえだろ。そんなもんやってみねえとわかんねえだろ。え、じゃあ向いてる方向は未来っす。そういうことじゃねえよ。お前らちゃんとやれよ。じゃあ西川検査するぞ。向いてる方向教えてくれ。わかりません。今日のテスト赤点取ったら終わりだ。ねえねえ、ギャー、引っかかった。ほっぺたにやるやつだろ普通。目ん玉潰れるわ。ちょっと待ってて。消しカス集めて。元気玉か。ちょっと西川。なんだよ、答え教えてよ。ダメだよ、先生に怒られるぞ。私も教えるからさ。本当に？それは助かるけど。私の足のサイズは 23.5。 聞いてねえよ。足のサイズ分かってどうすんだよ。カシャ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 カ。やめろやめろ。お前ら何やってんだ。二人とも退場だ。終わった。まだ半分もできてないのに。怒られちゃった。なんでそんな余裕なんだよ。あ、私全部終わってたから。学校サボってタバコ吸うのが一番だな。ここはシガレットだけどね。てかさ、駄菓子屋と言ったらこれでしょ。何？刺身。こわー。駄菓子屋の刺身が一番うまいよね。いや聞いたことないわ。鮮度から一番遠い気がする。いただきまーす。大丈夫、絶対常温でしょ。うまぽよ。そんなわけないよ、絶対美味しくないって。もさみ食べ。お会計が9円です。安すぎるって。逆に何の値段？じゃあ10円で。うち現金使えないのよ。珍しい、昔ながらの駄菓子屋でキャッシュレスなんだ。じゃあポイフルで。グミじゃん、私払っとくよ。ごち。じゃあアイスも買っていい？嫌だよ。あ、イエイ。どこだどこだどこだ。見当たんねえ。意地でも見つけ出して。お、
本日は伊豆箱根鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。何探してんの？伊豆箱の電車で1日1回何両目かにハートの釣り革があるんだって。ほう。それを掴んだ2人は永遠に結ばれるんだって。本当かね？西川はそんな相手いないもんね。うるせえ。タクパよ。え？あれもしかしてハートの釣り革だ。行くよ。おお。エレシャ揺れます、ご注意ください。あっ、うわっ、てててててて、くっそー。え、お前ら車内で走るな、危ないだろ。バラッチ、ちょっと待って。え、バカ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 、やるっすよ。日本チャ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 、日本チャ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 、一個多いよ。やっぱスポーツ観戦といえばタラバガニだよね。聞いたことねえよ。普通コーラとかだろ。いや、アナコンダの血だろ。気持ち悪いな。どこに売ってんだよ。感動するぜ。早えよ。まだ始まってないぞ。てかバレーって99人でやるんでしょ。コートパンパンなるわ。バレーは1チーム6人だよ。そっか、6対6でボール使って殴り合うんだよね。殴り合わねえわ。スポーツマンシップのかけらもねえな。始まったぞ。お、いいぞ。うわあ、ナイス。ああ、よっしゃ、頑張れイタリア。どこ応援してんだよ。俺たち日本人だろ。だってイタリア人イケメン多いんだもん。日本だってイケメンいるよ。お、え、あれってなんで五十嵐いいんだよ。イケメン、ヘッドホン欲しい。マジで？首にかけるの可愛いじゃん。肩こるだけだよ。イヤホンでよくない？やだ、ナメコ耳にぶら下げてるみたいじゃん。そんなことないわ。結局爆音スピーカーで流すのが一番じゃね。バカだ、音でかいのがイケてると思ってるやつだ。ここクラブじゃねえぞ。ん？鳥のさえずり、電車の汽笛、女性がヒールで歩く音、この環境すべてが音楽さ。天才ぶんな、音楽聴かないだけだろ。聞いてるじゃないか、君の声を。キンモ。とにかく今の流行りはヘッドホンなの。私買ってくるね。どこ行くの？ジビカ。行ってねえわ。チーズ。支援書ですか？10分のちょうだい。おまけしときますね。あざまる。店長、おつぽよー。おう、遅かったな。なんかあったんか？電車遅れてた。これ300分の遅延書。300分遅れてた。何があった？駅員さんがおまけしてくれたの。おまけしてくれんの？え、ほんまは何分遅れやった？10分だよ。10分な。え、ほんな、なんでこんな来るの遅かった？プリ取ってた。プリ取ってた？え、バイトサボってプリ取ってたんや。でもやること締め作業しか残ってへんで。まかないちょうだい。まかないよ、くん。何もしてへんのに。締め作業終わらせとく。やってくれんの？やるわ。仕事をできるね。チーズ。チーショーですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。胸よ、3択のリセット終わってねえぞ。何やってんだよ。すいません。5択の提供もまだじゃねえか。あー、すいません。胸を本当に使えねえな。やめちまえ。ひがっち、おつぽよ。あ、たくまえちゃん、お疲れ様。何もっとしてんの？提供溜まってるよ。あ、すいません。喜んででしょ。はい、喜んで。もうひがっちでかいから邪魔。キッチン行ってて。はい、喜んで。やるっすよ。五十嵐どこいんだよ。ん？おっとっと。キャー！お客様、非常！お客様は大丈夫ですか？今すべての電車を止めましたので安心してください。あの酔っ払いマジ殺す。何があった？酔っ払いが女性にぶつかったんです。まったく。おいお前。はい。自分が何やったか分かってるか？もし電車が来てたらどうなったと思います？忘年会でお酒飲みすぎちゃって許してください。酔ってたら何でも許されると思うなよ。酔ったあなたもあなた自身ですよ。あ、はい。今日あったことは一生忘れるなよ。忘れません。俺お金いくら取れる？ご乗車ありがとうございます。ん？どうかしました？今日この街を出るんだ。そうですか。寂しくなりますね。うん。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃいませ。東改札からホームメトロさん。こちらホームです。どうした？今日旅立ちのギャルがいます。盛大にお見送りをお願いします。オッケー、任しとけ。今日旅立ちのあなたへこの曲を発車します。え？花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩していろんな壁二人乗り越えて生まれ変わってもあなたのそばで花になろう。電車来たから行くね。やるっすよ。
おはぽよー、たくぽよ、また遅刻か。朝起きんの無理ぽよ。お前はもう出席率が足りとらん、一年決定だ。うざ、勝手にしろ。親御さんにも言っとくからな、もう一年やり直せ。若木原先生。なんだ、ちゃんと彼女を見てあげてますか。え、たくぽよ、先生は知ってるぞ。はご乗車ありがとうございます。今日めっちゃ寒くない？そうだね、昨日より冷えるね。あれ、うちの生徒だよな、なんで車椅子のおばあちゃんと。ばあば、ちゃんと病院の先生の言うこと聞くんだよ。ぽよちゃんこそ学校の先生の言うこと聞きなさいね。じゃあまた帰り迎えに来るね。ありがとう。そういうことか。誰にも見られていないと思ってもきっと誰かを見ている。それがいいことでも悪いことでも。先生、家族思いでリーダーシップがあって素直で頑張り屋のこの子は十分卒業の資格があるんじゃないんですか。そうだな、卒業おめでとう。あざぽよ、ちょっと待って、乗ります。ドアが閉まります。うわ、閉まっちゃった。さあ、もう諦めんなよ。え、見てて。うん、開けてほしいな。なんだ、ほら二人もやって。すごいやつだな。開けてほしいな、開けてほしいな、開けてほしいな。もう一度ドア開けます。いけたね、やった。でも試練はこっからだよ。だね、失礼します。お前らまた遅刻か。今日は許さんぞ。ごめんなさい。ダメだ、放課後職員室に来い。これで許して。なんだ、許してほしいな、許してほしいな、許してほしいな。許しちゃおう。ちょろ。